今日はですねまず、まあ、日本に主権はないというのは常々言ってきましたですね前お話し,しました国家主権がないし国民主権もないとまあ日本に限った話でもないんですがね今の地球上でグローバリズムが浸透しているということでだけど特に日本はひどいですね安全保障経済政策社会政策どこにも主権はないという話を私は時々してます。 そして核抑止力の問題防衛産業はメタメタ、まあ、最近なんとかしようという動きが出てますけどスパイ防止法は一向に制定されない、ね、公衆衛生ここ数年の23年のンパンデミックの問題食料エネルギーの問題自給率向上に全く目を向けない、ね、政府行政経済政策の問題成長消費税この間ベトナム下げましたね下げますね、えー、この間というか今ですね下げ,下げてますね、えー、やるんですよね。 あの注目するわけですね経済のことを考えればね、まあ、そこを無視しているそして財政金融政策、えー、民営化の問題ね、えー、やられましたね自由化外資脱炭素脱炭素 CO2 が気候変動の原因であるということは科学的にまだ証明されたものは見たことないですねそして社会政策まさに移民多様性 LGBTQ の問題ですね。 えー、先般のですねそして少子化家族伝統歴史医療ですね、えー、全て主権がないとこうだろうと。良識で考えれば国民全体はこうだろうという方向と全く真逆に進んでいく永田町と霞が関ということですがまさにこの構造世界,世界がそういう方向に向かっているわけですけどもまさに日本は特にひどいですね。そしししてです、ね、主権ががないといと言い方をしましたが 試験がないということはもっとわかりやすく言うとですね実質占領下にあると日本は占領下にあると昭和20年8月15日からというふうに考えた方があー理解しやすいんじゃないかなという状況ですね LGBTQ で言いますとですね まあちょっといろんな言葉が踊ってますけれどもまとめますと、まあ、文化マルクス主義であり新しい共産主義と言われていると。園芸は源は源あ,、ね、あそこから始まりましてプロレレタリア革命型のマルクス主義から文化マルクス主義に移っていったと。それがフランクフルト学派ですねドイツのあれですね大学に割挙したです、ね、学者たちフランクフルト学派が 1930年代からアメリカに移ってきましてですねそして後で話しますが、まあ、資本がねマネー主義がここ応援応援するわけですねそしてアメリカという社会を変質させていくとそれからですねフランクフルト画家とかともに、まあ、最近よく言われているのは多様性公平性包括性プログラムというものも入ってきていると。 そして LGBTQ の観点から言うとそれは世界性革命であり家族崩壊ですね伝統的社会崩壊しそれは少子化促進につながっていくということですね、えー、前々回かねお話ししましたねイスラエル先進国でイスラエルが合計特殊出生率3ですけどねそれ以外はどんどん減っていく傾向にあると先進国はねという話ですね。そして、えー これを推進しているのがユネスコであり WHO でありですね彼らが包括的性教育幼児からの過激な性教育を進めていますねまさに国際機関が,国際機関がこの進めているわけですね。国際機関、そしてからこの大企業ですね,大企業ですね例えばこの IT の分野ですね情報の分野ですねアマゾン、アップル、アルファベット等です、ね、これが率先して進めている。 国際機関と大企業と、そして政府ですね。えー、日本を占領している、ね、米国政府ですね。特に民主党、バイデン政権と。まあ、手強いですね。手強いですから占領下にある日本の国会議員たちはみんな並み行くと。ね、ほぼ並み行くという状況になっていますね。 えー、最近はなんか LGBTQ だけではなくてその後に IA プラスというのがついてるらしくてですねどんどん進んできますね、えー。I はインターセックスを意味するインターセックスとは身体的性において男性と女性の両方の生物を有しているセクシャリティとかね、えー、A はアセクシャルねアセクシャルを意味するセクアセクシャルとはあどの性にも恋愛感情 かかないセクシャリティとか、ねえー、このプラスはこれらのほかにもさまざまなセクシュアリティがあるということを意味するとそれからまあよく言われてるのはあれですね小児性愛とかね男女の区別のほか年齢の区別をなくしていくとかですねそれからちょっと前に、えー、頭出しご紹介しましたけどもワンヘルスですねこれ動物と人間の区別もなくなっていくともう本当に。 人間社会の規範をなくしていこううとというここですねこれトイレですけどこ,れはこういういマークが出てきましたねこれがいろんなところにどんどんまたさらに出てくるんじゃないでしょうかね。ということをですねで日本の問題ですが占領下の立法でと一緒とつまりこの間の LGBTQ 自民党の部会ですね多数決で負けてんのに部会長一任になったとそしてその後の国会の、ね、議決ご存知の通りですね議論がないなかったですね。 ポポポンポンポンでしたねこれはあの占領下でですね大日本帝国憲法下の帝国議会ですけどね、まあ、憲法もすぐ変えちゃうわけですけども帝国議会で、えー、占領日本のいろんな法律をどん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 押し付けて変えましたねみんな賛成ね議論なく賛成とほぼね、えー、というのと一緒ですねで私はあのー、これカーサーだと思ってますね、えー、最高司令官ですね